なのじゃしゃ、エピソードです。ということで、はい、今回ね、ついにね、もう親がね、買ってくれたんだね。もう、早くにね、並んでくれて、なんと、これを買ってくれました。じゃん！星のカービィ、ハッピーセット。いやー、やばいね。いや、もうね、第一弾が本当にすぐ売り切りでね。たまたまね、その次の日、その発売されてね、そのカービィデラで行ったら、そしたらもう全部売り切れっていうね、怖ーと思って。なので、今回はリベンジで、はい。4個買ってもらったんですけど、妹が2つって、俺も2つ。で、ラインナップがこちら、じゃん。はい、今映ってると思うんですけど、まあ、カービィが、ピンクのね、かわいいかわいいカービィが3つで、あと1種類が黄色いカービィなんでね。で、もしも、その黄色いカービィが当たったら、その妹が欲しいっつってんで、まあ、黄色いカービィね、あげて、その代わり妹がなんか、普通にあのカービィ当たったら、俺がもらうっていう。で、さらにね、変な形のカービィが出たら、本当に、いやー楽しいだね、変な形。ね、なんか四角いね、カービィもいるらしいからね。マイクラかよ。じゃあ早速当てていきましょう。じゃあまず、手で開けちゃうか。よっはい、あーあーあああきたーきたーああうわ頭すんごい三角。うわ当たりました。黄色いカービィ。ああ、頬張りね。で、あともう一個は寝てるカービィ。これあと一種類さ、もしもさ、違ってたら全種類揃うよ。じゃああと一個。ちょっと、あ、取っていいよ。じゃあね、気を取り直して。さあ、最後。これでもしも、あと一種類出たら全種類揃うからね。すごいよ。いくよ。せーの、じゃん。さあ、まあね。同じやつ多分出ると思うけど、黄色出たらもう笑っちゃう。うっ！ちょっと待って。あーはー！あーはー！あーはー！四角くね、このカービィ。頭もこんな、まあね。いやーなんか、面白いカービィあったらなぁ。めっちゃとんがってんじゃん。頬張りと同じじゃん、これ。まあ、すごい変なカービィは出なかったけどね。まあ、今回ここにしようかなと思います。いる？どっちいる？どっち？やだ、ダメだよ。あー、ちょ！あー、持ってった！いや、あー、持ってった！はっ！というね、まあ今回はここまでしようかなと思います。さあね、このカービィのね、かわいいかわいいね、ハッピーセットは、ね、多分、どっかに飾ると思うのでね、今後動画に出てくるかもしれません。ということでね、今回はここにしようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、はい、バイバイ。